ミリオドです。AUD907 リミテッドの修理が完了しました。結構、事件ではないんですが、いろいろなことがありまして、ちょっと後で紹介したいと思います。とりあえず交換した部品がこれになります。見えづらいですね。見えづらいね。こっちが壊れてしまったトランジスタですね。こっちはまだ生きてます。で、この FET、これもデュアル FET、これも1個死んでます。部分修理っていう形でやってみました。はい、マイカシートも交換しました。はい、パワートランジスタ取り付けです。
はい、完成です。はい、と今チェック中です。